上の水滴がつーって垂れてきて、その見えるようになった隙間で、誰かこっち見てるんですって。どうも、島田修平です。始まりました、島田修平のお階段巡り。皆さん、今回も見ていただきましてありがとうございます。チャンネルですね、メンバーシップの方もあります。ぜひよろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もですね、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。 さあ、今回ですね、階段ライブバー、スリラーナイトより、もう一流の階段室さんですね、鈴作さんに来ていただきました。お願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いいします。です。お願いします。ね、ありがとうございます。もう素晴らしいね階段披露していただいてるんですけども、どでもでまあ鈴作さんと言いますとね、階段ライブバー、 スリラーナイト。はい、歌舞伎頂点でね。はい、もう村上ロックさん、はい、井山良吉さん、鈴作さんって、この三本柱で活躍されている怪談師さんなんですが、はい。はいはい、まあこの3月っていうと、本当にね、まあ、こう、新生活という、はい、いろんな切り替わりの季節ですけども、4月から。そうなんです。新天地に。はい。はい、あの、このスリラーナイトがですね、 大阪道頓堀店をオープンするとということになりますすごいですねえもともと北海道札幌すすきのはいそうですで歌舞伎町にもでき、はい、で3店舗目で大阪道頓堀に4月の8日オープンでございまして私そこの専属怪談師に今度はなりますので4月から来月からですね大阪店の怪談師になりますんでよろしくお願いいたしますわありがとうございます本当に。 なんでしょうね、はいあの、すごくおめでたいというか、ね、はい、お話でもあるんですが、ちょっと寂しい気持ちもあって,ってい。い,やいやうね、そう言っていただけて、本当何よりでございます、本当。でもね、やっぱりこう大阪っていう、もう素晴らしい街で、はい、またね、まあ、階段ね、はい、好きな方も多いですから。はい スリラーナイトっていうねいつ行っても階段が楽しめるっていうね,うね場所そこをある意味任されるわけ、ね、いやもう本当にもうちょっと荷が重いなと思いつつちょっと頑張ってやっていかなきゃなと思っておりますんでぜひ皆さんあのの大阪近郊の方遊びに来てくくださいいよろししお願いしますい新店舗オープンだからどんな感じかと思ったらこれ言ってんですか、はい、もう大阪のスリラーナイトでお話しされる階段師さん えげつないメンバーです、ね、いやもう本当にありがたいことにすごいメンバーが来ていただけるということで上田浩二さんはい、はい、でさらにバグって花井さん<う>で石野さくら子さんに深津さくらさんと <laughs> はい本当に俺行く必要なかったと思いますに <いや S 2> はい本当に、はい、もうすごいメンバーが現役ね階段最強戦、はい、チャンピオンもいてそうなんですよさくら子さんバグって花井さんそして上田さんそうなんですよこれ もちろんね、はい、北海道歌舞伎町ね、はい、大阪別にどこがっていうね上下はないんですけど本当、はい、引けを取らないようないやそうなんですよスタートダッシュめちゃくちゃありがたいことにすごいっすねはいなんでぜひねあのまあ関西でねあの活動されてる方も多いんでなかなか東京では見れないとか札幌では見れないってなんですけど、まあ、スリラーナイトの怪談師になってくれたら結構この何てんですかね出張とかで、えー、見れるチャンスも増えると思いますんで。 逆に大阪で村上ロックさんとか札幌で活動されて藤田第六冠ユースケが見れることもありますし札幌で深津さくらさんとか石野さくらくさんが見れるっていうこともあったりするんでぜひぜひ『ね、りスリランナイト』のことをあの随時チェックしていただけたらなと思いますんでよろしくお願いします。お願い,いたしますす、はい、これですねあの そそれこ「スリラーナイト」歌舞伎町展に遊びに来てくれたお客様から頂い,いたお話で何か体験談あるんですかと尋ねたところこれ僕の体験ではないんですとただ体験してる人を目の当たりにした話なんですけどという入り口で頂い,いたお話なんですちょっともう切り口面白いですよ。ちょっと意味がわからないんでこう深く聞いていきますとこの男性がですねまだ大学生の頃のお話だっていうんですけど。 当時大学の同級生友達4人ぐらいで合コンがあったんですって、うん。でその合コンに参加したところまあ同い年で大学は違う女性人たちがずらっと並んで44の合コンだったんですけどそのうちの1人がすっぴんで参加されてたんですって、うん。で正直珍しいなって思ったんですって。大学生の合コンですっぴんでくるってあんまいないよなって思ったんでちょっと気になったんですよ。 で、メイクしてないんですけども、綺麗な顔立ちで、可愛らしい方で。うん、で、ちょっと興味持ってて。ただこれ、あんまがっつきすぎてもあれかなと。もしかしたら、人数合わせで入れられただけで、逆にすっぴんでくることによって、こう、距離をとって、私はそういうつもりじゃないですよって来てる可能性もあるなって思ってたら、めちゃくちゃノリノリに参加してる子なんです、えー、で、あ、楽しそうにしてる。で、仲良くなって、連絡先も交換して。ってなったら、個別でも飲みに行くようになったんですよ。うん 2人で飲みに行こうで飲みに行ったその日もすっぴんなんですって、うん、だからすっぴんの子なんだっていう認識になったってでそこから2人でよく遊ぶようになってお付き合いするわけではないんですけどもそういう間柄になったんですっそういう間柄になる時はだい,たいその男性の家に来てくれるか一緒にホテル行くかっていう,こう日々を送ってて、うん、向こうの家には行ったことがなかったっていうんですよ。うん で、そっからもう数ヶ月経って、たまたま男友達ととある駅で飲んでて、終電を逃しちゃったんですって。で、どうしようのタクシー代ももったいないしなと、と、一人でなんかホテルと飲むのも高いしなってなった時に、ちょうどその飲んでた駅が、その子の住んでる駅の最寄りだったんですよ。うん。っていうのを、まあ、会話の中でなんとなく知ってたんで、あ、あの子に勤めさせてもらおうっていうことで、電話かけるんですよ。 で「ごめんちょっと終電逃しちゃったから今日泊めさせてくれない?」みたいな言ったら「うち無理!」って言われるんですって。うん、で「え?」みたいな「あれ実家だったっけいや一人暮らしだよ」だったら泊めてよ」みたいな「いやごめんうち無理」みたいな「えなんで?」みたいなこと言ったら「いやお金ないからちょっと泊めさせてって」必死一緒に言ってたら「だったらホテル代出すからホテル行こう」って言われて、うん、その子ん家が近くにあるのに結局その子がホテル代出してくれてホテルで一泊することになったんですよ。うん その時にうっすら、あ、聞いてないだけで、もしかしたら彼氏とかいたのかな、ぐらいにしか思ってなかったんですよ、ねうん、で、そっからまた1ヶ月ぐらい経って、そのとある駅で飲み会があって、また終電逃しちゃって。で、その流れでまた電話かけて、ごめん、今日止めさせてくんないって言ったら、うち無理ってやっぱ断られるんですよ。ってなった時にちょっと酔っ払った勢いたい距があって、え、ごめん、俺知らなかっただけで、彼氏とかいんの話を聞いたら、いや、いないよって言うんですよ。え、だったら止めさせてよ。 いやごめうち無理なんだってでもそれ結構押し問答やってたら結構粘ったんですよ、うん、その結果じゃあ来てもいいけどリビングにだけいてねって言われたんですよ、うん、いや分かった分かった別にそういうつもりじゃないから本当今日の止めさせてもらいたいだけだから行かせて,てで分かった渋々その子家にあげてくれたって言うんですよでなった時に結構小綺麗にしてる、うん、お家で玄関入った時に見えるリビング、はい、でどうやら奥にももう一部屋あるっぽいんですけども 綺麗なんですよってなった時にあ自分家だけはちょっと潔癖なのかなって玄関で思ったんですっ、うんはい、別に、ね、僕の家に来るタイミングではどうでもいいしホテルとかはどうでもいいけど自分家だけやみたいなそういうタイプの子かこれ申し訳ないことしたなと思ったんでよかれと思って玄関のすぐそこにお風呂場があったんで、うん、あもうここで服脱いじゃって玄関に置いとくよとでシャワー浴びてなんかジャージとかだけ貸してくれたらそれでそのソファーで寝るからって言ったら お風呂にも入らないででって言われるんですよ<え>これちょっと変じゃないですか、はい、逆に綺麗にしてほしいじゃないですか、うん、で「いやなんで入らせてよ」いやごめん本当にリビングだけにて」って言われてただたら酔っ払ってるんでもういい俺も汗かいて流したいから入らせてって無理やり服脱いでその場でお風呂場のドアガチャって開けてパッて見た時にお風呂場についてる鏡全部ガムテープで覆われてるんですって<え>それ見てえっってなって。 割っちゃったのって聞いたらうん割ったって絶対嘘の曲がっですいや割ってないよねって言ったらいやだから来てほしくなかったんだよって言ってこの子が話し始めたのが大学生になって東京に出てきてこのマンションを借りたって言うんですで借り始めてすぐにその日お風呂入ってたんですねで湯船に浴槽にねお湯張ってボーっとこう お湯に使って気持ちいいなって思ってる時にこうお湯がねどん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 こうしこう湿度が出てきて曇り出すんです鏡が、うん。であ曇ってんなって思いながらこう見てたら水滴が上に溜まってきてこうツーって降りてきたそこだけ見えるようい。それがまた曇ってずっと繰り返しててまだ全部が曇ってる時に何かが反射して映ってるんですって。るシャンプーボトルか ぐらいに思ったんですけど、シャンプーボトルはその下に置いてるんで、そもそも反射するわけないですって。うん、でも何かが反射してるんですよで。あれ何反射してんだろうってぼんやり見てると、上の水滴がツーって垂れてきて、その見えるようになった隙間で、誰かこっち見てるんですって。それと目が合っちゃってから、怖くて、このガムテープで覆ってみこれを見られたくなかったから、うちに来てほしくなかったの。って言た<ー>この話聞いたら、 第一声が「えっこの家事故物件なの?」ってなるんですよ。はい、そしたら「違うよ」って言うんですよ。えっじゃあ誰の顔が映ってんのったら「私のお母さん」って言うんですよ。えというのもこの女性どうやら中学生の頃にお母さんが亡くなられてるんです、はい、そこから実家でずっと鏡とかにお母さんが反射して写って。 私のこととを監視してるとそれが怖くて地元には残りたくないから東京の大学に進学してきて東京で一人暮らしも始めたと。なののののにに東京の一人暮らしのその鏡にもお母さんが映るって言うんですよってなった時によく家族が出てくるお話ってこう見守ってくれてる系のあったかい階段多いじゃないですか。っていうことだと思ったんで「あじゃあお母さんが見守ってくれてるってことだから怖くないんだねこれは」って聞いたら。 お母さんだから怖いのって言うんです。多分ですけど、この中学生の時に亡くなる直前に、この女性、お母さんの何かしらの確執があって、その直後にお母さん亡くなられてるんですよ。で、そのお母さんが、未だにこの娘さんに取り付いて、ずっとこうやって反射して映し出されて、自分のことを監視してるんです。だから来てほしくなかったの。だから、リビングでじっとしててほしかったの。って言われて、 私じゃあ寝るねって言って、その子は自分の寝室に行って、その男性、その話を聞かされて、リビングに残されたんです。はい。めちゃくちゃ怖いんで、全然寝つけなくて、どうしようと思いながら、なんとなくこう、うろうろしてたんです。そしたら、本棚の上に、なんか手鏡が裏返しでパッと置かれてて、本当何の気なしにその手鏡パッて取ったら、それもガムテープで覆われてるんですよ。うん。で、 翌朝、その子が起きてきた瞬間、一瞬寝室空いたところをパって覗いたら、奥にドレッサーが置いてあるんですけど、そのドレッサーもガムテープで覆われてるんですって。それを見た時に、あ、この子、すっぴんなんじゃなくて、メイクできないんだ。鏡を見るとお母さんが映るからってなったら、そっから怖くなって、僕、この子と連絡疎遠になっちゃったんで、結局今何してるかわかんないんですけども、そういった体験をしている子を目の当たりにしたことならあります。 っていうお話をスリーラーナイトにご来店されたお客様から聞かせていただきました。あの、その鏡にお母様が映る。はい、だから鏡を見るのが怖いってありますけど、はい、その鏡って、その家の鏡だけなんですかね。でも、実家の時にも映ってて、家でも映っててってなったり、その引っ越してきても映ってるってなったら。よそでだったら、本来できるじゃないですか。でも、メイクを絶対しないってことは。 全部に映っちゃうんじゃないかなと思いますよねそうなると本当にもうだって言ってしまうと街中なんて鏡だらけじゃないですかいやそうなんですよ駅だってホームにあるし、はい、あと鏡じゃないにしても街歩いてたらガラス張りのところに自分なんかもうすごく反射されるわけですよさ、はい、それ全部がもう怖くなってしまいますねすなんでまだ大学生の頃中学高校大学生までの話はしてますけどそれ以降のことは知らないんでもしかしたら本当に どこにも出かけれなくなってる可能性もあるんですよ。この女性が。あのこれ、七不思議のノブさんかな。はい、あのやっぱりそうやってこう、霊が鏡越しに映るっていう話あるじゃないですか。うんはい、で、これもね、そのノブさん、あの、そういうふうに見えてしまうっていう女性。から話を聞いたんだけども、はい、その女性、何が悲劇かっていうと、はい、職業が美容師さんなんです。うわ。じゃあ、もう、そこの映ってるのは三人映ってるんだ。だから、もう。 鏡から逃れられない職業なわけですカットしてる人も映ってるし自分も映ってるし別な何かも映ってるってことですもんね怖っいやーだから鏡に映る鏡を見なきゃいいじゃんって思うかもしれないけど、はい、それって不可能だし結構大変不意にこうね映ってしまうことって自分もあるし、はい、だから家のではもう絶対に映らないようにガムテープでどうやら覆ってるらしいんですよねその女性は いやちょっとなんかすごいなと思ったのが、はい、あのこの前ねあのみんなでこう修学旅行みたいな感じでパジャマになってね階段、はい、やろうってう企画があって、はい、吉田ゆきさんが話してくれた話があうすごく怖かったんですけど割とイケイケの代理店でお仕事をされてる男性、はい、まあ30歳ぐらいの方としましょう A さんの方がいて、うん、まあ A 君ですね。 でまあ、合コンななのかな、まあ、同じような感じで、うん、っ時に一、まあ、人こう可愛らしい女性と意気投合して、うん、でそしたらもう一軒行こうかっていうところで女性の方から「私来週結婚するんです」と。うん、なんで今日この後一緒にホテル行きませんかみたいなこと言われたらしいんですよ。うん、は,いは,いはい、はって思うんだけどああまあ結婚する前に。うん 何か最後、はい、結婚したら、うん、もちろんまあ、今もよくないんだけどはい、はい、ってことだから最後に、まあ、そういう羽目を外したいとかそういうことなのかな、うん、みたいな。でその代理人の方結構まあ、いわゆる遊び人っていうか、うん、女性になれてる方だったんで、うん、オッケーオッケーみたいな感じで、はい、でまあ、ホテルに行ってそういうことになったらしいんですよ。ででホテルでこうって,てまあ、薄暗いいじゃないですか時にこう自分がこう寝てたらなんかその横の彼女がなんかこうトン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 ってこうどっかの方に歩いていくのがこうな、うん あ耳で聞こえて「うん、ではな何か起きて水でも飲み行くのかなと」とトン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 って帰ってくるのかなと思ったら入らないです、うん、またトン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 って言ってでトン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 みたいな感じで「えええ,えと思ってたら急になんかこう上にダーンとこう乗ってこられたみたいな感覚があって「うん、えと思ったらそこにいるのがあの。 その女性なんですけど、はい、でも女性横で寝てるみたいな感覚もあるみたいな、はい、え何これ誰が乗ってんのと思っても女性なんですけどちょっとその違和感があるのはその女性の顔がちょっとこうシワが見えるような感覚で、はい、でもこの女性の顔だよな怖いなと思って。 でうわーってこうなんとかそれがこう蚊が縛りみたいなのが溶けて、うん、その女性のこう影もなくなったと思った時にパッて「えでもここに寝てるよね?」と思ってその女性の顔を確認したらこっち見て「似た」って笑ってたんですって。うん、で「うわ声なんだ!」ってなってちょっとこう起こして「うん、ちょ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 っと今ちょっととんでもないことあったんだけど」うん、っつって「でさこんなことでこんなことで今見たらさもう似たって笑ってて」って言ったらその女性が「やっぱダメだったか」って言うんですって。 「何ダメだった」って「いやあの私ねあのこういうことになるとあの母親がこうやって見に来るの」みたいな。だからその母親お母様が亡くなってる方なのか生きてる方なのかは確認もしなかった怖かった」けどそういうまあ男女の関係になると娘のところを見に 来るお母さんっていうのがいてで多分ちょっとシワがかってたっていうのは多分お母さんなんですよね顔は似てるからはい、はい、で横で似たって言われたのも多分お母さので、ねうん、その時はでお前うちの娘に手出すんじゃないぞっていうことなのかそんなことあったらもううわーってなるじゃないですか。うん、で女性がなんでそういう関係を持ったかっていうと結婚する前に。 あなたは結構女性に慣れてそうだったから、うん、あなただったら大丈夫なんじゃないかと思って最後の最後にこういうふうにまたなってしまうのかなっていう確認を取りたかったんだっていうーじゃあもう本当にその女性に出会ってしまったら霊感あるなし関係なくそういった体験をするっていうことですよね。だからまあ こう思う思気持ちですよねでもこれはある意味子離れができてないってことだと思うんですけどはい、はい、ちょっとだからその数作さんの話もそうですけど、はいうん、やっぱりこう監視して、はい、ずっとこう娘のことを娘に悪い虫がだからこれがちょっとまた変なあの話ちょっと続けてゃっんいや全然あ,のあれなんですけどまた全く別なお話でそういった男女の営みの時の。 話をもう今年入ってからも頂い,いた話があってでそのお,お話もお店でもらったんですけど去年からちょこちょこ来てくれてる若い女性の20代前半ぐらいの女性の方がいてどうやらこのお店にはまってくれて頻繁に来てたんですよ。うん、で今年入ってすぐに彼氏と一緒にご来店されてどうやら大阪東京の遠距離の彼氏なんですって。なったら 彼女の行きつけのお店に来た状態なので、知り合いもいなければ、まあ頼る相手は彼女しかいない。でも彼女はここのホールスタッフ、階段し含めて、なんとなく顔見知りになってるってなったら、彼氏としてはちょっと気まずいじゃないですか。で、そんな流れで、この彼女さんがちょっと酔っ払った勢いもあって、ちょっと彼のことを臭さすような笑いの取り方をしたんですよ。彼はなんか、ちょっと浮気症なんですよとか、お金にもだらしなくてルーズで、みたいなこと言われたら、 初めてのお店で揃えれたら彼氏さんもタジタジでちょっと困ってる様子だったんですよね、うん、でもうなんか仲良さそうだなってのがあってよやっと彼氏とここに来れてよかった,みたいな彼女さんは大満足で帰られてその本当に数日後にこの女性だけでまたご来店されてでなったら「あ大阪帰っちゃったんだなら彼氏さん」と思ってと急にのお店で泣き始めて「うん、どうしたんですか?」って言ったら「別れちゃいました」って言うんですよ彼と。あの直後,直後 っってななたらなんとなくなんであんなこと言うんだよみたいなうっすらよぎっちゃってまあ振られてもしょうがないよなってなんとなく思ったんですよそしたら私から振ったんですって言うんですよまたこれ話がちょっと見えないんでなんで泣いてるのかも分かんなくて「どうしたんですか?」って言ったら「いや私彼のこと大好きで」であのあと「お店楽しかったね」二人でホテル戻ったんですでホテル戻ってて一緒に寝てたら「私金縛りにあってる」 体動かなくて声も出せなくて怖いんで彼の方に助け求めようと目開けて見たら彼の上に知らない女性がまたがって首絞めてるんですって。<え> <laughs> ってなったら「私より彼の方が今怖い目に遭ってる」って言うんですよ。うんうん、助けてあげたいんですけど体動かないんですよ。えどうしようみたいな全く力入らないんですって。でどうしようどうしようと思ってるうちに彼のこと大好きなんで知らない女がまたがってるんですよ。 腹立ってきて、ゾウをってもう、ものすごいぶつけたんです。もう、殺す、殺す、殺すじゃないですけど、もうずっと思い続けたんですよ。で、思ってるうちに、はって気づいたのが、そこにまたがってたのは私だったんですええ私の生き量が彼に飛んで、生き量が彼のことを殺そうとしてるんです。で、その生き量に対して私、殺すって思ってるんです。これ以上いたら、私、 彼のことを殺しかねないですし、私自身のことも殺しかねないと思ったんで、二人が今後大事に、ちゃんと生きていけるために、大好きなんですけど別れたんです。っていう話を聞かされて、ちょっと初めてのケースの話すぎて、自分が飛ばした生き量って自分の大好きな彼を殺そうとしてる、その生き量を自分が殺そうと思ってるっていう、変な三すくみのお話聞いて、やっぱなんていうんですかね、その、 こあります営みの時に出てくるものってちょっと性質が変わるんじゃないかなっていう、うん、本当にこう内側の深層心理なんかこう奥のいつもはこう隠してるようなところが、はいはい、っったらやっぱり大好きな彼って言いながらもその腐すようなことを多分許せてない自分もいるからそれをちょっと自分の生きは彼のを手にかけようとしてますし。うん、えそれって彼は 上に乗られて首絞められてたわけじゃないですか。はい、その相手のことは見えてたんですか、ね。見えてないみたいな、ね。見えてないんだ。もうずっと苦しんでてうなされてるんですって。で自分も金縛り解けたタイミングでこの生き様みたいに自分もふって消えて、うん、大丈夫って言ったらなんか寝苦しかったぐらいなんですって。うん、その一部視聴を全部見てたのは自分だけだったらしくて。 彼もね目開けてパってうわあいつだってなったらね、はい、納得できたんでしょうけどそれがなく振られたらちょっと意味がわからないっていうねいう、はい、状態だったでしょうしねっていうお話もちょっと最近聞かせてもらいましたねいやすげ止まんないですねこれはもう大阪に行ってもなんかもう毎晩毎晩もうなんかすごいことになりそうですねいやなんで本当にねそのやっぱり このスリラーナイトでいろんなお客様からお話聞かせてもらえるんでその新天地でまた新たな会談を聞かせてもらうのはめちゃくちゃ楽しみですしそれと反面やっぱすすきの店歌舞伎町店両店店舗で起きるエピソードもやっぱあるんで、うん、道頓堀店でもう僕はもう今後絶対何かしら起きるお店だと思ってるんで。 それはもうちょっと怖い反面楽しみでもあるなとは思っておりますんで。すごいっすね。はい、これまたね、オープンがね、4月の8日ですけどもね、えー、このオープン日も何か起きるかもしれないですね。そうですね。これはぜひ皆さん足運んでいただいてね、はい、その意気承人になって、はいで、今後ね、その会談したちが話したときに、あたし、あそこの現場にいたっていうね、ああいうこともなりますんでね、はい、ちょっとね、大阪、まあもちろん北海道と歌舞伎町も変わらずですけどもね、はい、ぜひぜひ大阪の方も今後ともね、応援していただきたいですね。はい はい。いや、というわけでですね、ちょっと寂しくもなるんですけども、はい、またね。ぜひ。こちらも遊びに来ていただお願いします。くださいね。はい。4月の8日、オープンです。はい、道頓堀。はい、はい。階段ライブバー、釣、え、り、ー、ラーナイト。はい、ぜひ皆さん足運んでいただきたいと思います。というわけで、階段師の鈴作さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。